旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人の青井小鳥です。今回は長岡京市にある定番の観光スポットと京都の味を堪能できるグルメ7選をご紹介します。長岡京市は京都市の南西部に位置する竹の里お得にエリアとしても知られています。市の名称は奈良時代に日本の首都だった平城京から794年に平安京に移るまでの10年間にわたって存在した長岡京にちなんだものです。京たけのこの産地としても有名で、美しく整備されたたけのこ畑は庭園と見まごうほど。今回は長岡京市で楽しめる定番の観光スポットと美味しいグルメのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に状況を確認しておきましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは長岡天満宮をご紹介します。長岡天満宮は学問の神様とされる菅原道真公を祀る神社です。石段の上にそびえる大鳥居を抜けると美しい八丈ヶ池の絶景に目を奪われます。天満宮の敷地面積はなんと約2万坪もあるという大きなスケールの神社なのです。長岡天満宮では毎年4月の末日前後に霧島ツツジが見頃を迎えます。天神様といえば思い浮かぶのが梅ですが、ここは日本有数の霧島ツツジの名所なんです。八丈ヶ池の周囲を燃えるような深紅に染まる推定樹齢150年の霧島ツツジが飾る絶景はまさに圧巻の一言。平安時代に学者及び政治家として活躍したのが菅原の道真公です。歌人だった在原の成平らと共にしばしば長岡の地を訪れて楽器を奏でながら漢詩や和歌を楽しんだそうです。境内は霧島ツツジ以外にも梅、あやめ、蓮に紅葉と1年間を通していろんな花々や植物に彩られています。続いてご紹介するのは柳谷観音楊谷寺です。柳谷観音楊谷寺は平安時代より眼病平癒の祈願所として信仰されてきた歴史あるお寺です。天皇家や公家など高貴な身分のものから庶民まで眼病に悩む人々が訪れていました。一年を通じて四季折々の美しい花手水が施されることでも有名なお寺ですね。アジサイや椿といった花々にオリジナルの御朱印、アロマテラピーなどの様々な体験イベントも楽しめるちょっと変わり種のお寺でもあります。四季折々の花々が美しい楊谷寺ですが、特にアジサイの名所としても有名です。6月初旬から7月上旬にかけて境内に京都では最大規模となる約30種約5000株ものアジサイが咲き誇ります。山深い山中に位置するせいか観光名所としては穴場的な隠れた紅葉スポットでもあるんです。境内が広いのでお気に入りの場所を探して散策するのもグッドですね。毎年柳谷観音紅葉ウィーク、柳谷アートフェアが開催され大勢の観光客でにぎわっています。続いては小龍寺城をご紹介します。小龍寺城は南北朝時代から江戸時代初期に存在していた日本のお城です。お城の名前は付近にあった小龍寺に由来しています。安土城より以前に瓦、石垣、天守を備えた近代城郭の原点となるお城ですね。戦国時代にあって悲劇の美女として知られる細川ガラシャ、16歳で戦国武将の細川忠興のもとに嫁いだのが後に細川ガラシャとなる明智玉でした。宮津城に移るまでの約2年間幸せな新婚時代を過ごしたのが小龍寺城でした。ガラシャという名前は父明智光秀が起こした本能寺の変の後玉がキリスト教に改宗した洗礼名です。現在の小龍寺城は小龍寺城公園として整備され、公園内には2人の銅像もあります。毎年11月の第2日曜日には長岡京ガラシャ祭りが開催され、玉の輿入れ行列が再現されます。例年6万人が訪れる長岡京市の一大イベントなんですよ。続いてのご紹介は光明寺のもみじ参道です。
光明寺のもみじ参道は秋の紅葉が有名な光明寺にあるスポットです。美しい紅葉は当然素晴らしいのですが、実は秋だけではありません。初夏には青もみじが約2万坪もの境内を彩る新緑の穴場スポットでもあるんですよ。もみじ参道としておすすめのスポットになるのは、総門をくぐった先の左手にある緩やかな坂道の参道。200メートルほどある参道の両側には250本ほどのもみじの木が植えられています。ここにもみじのトンネルができることから、もみじ参道と呼ばれているんです。もちろん紅葉のトンネルは素晴らしいですが、それでも青もみじの頃のトンネルを見ないことには始まりません。美しい石畳とみずみずしい青もみじが作り出す荘厳な雰囲気が大人気なんですよ。参道の中ほどにある江戸時代初期に建てられた薬医門あたりが絶好の撮影スポットになっています。続いてご紹介するのは京楽斎武兵衛です。京楽斎武兵衛は店の後ろに広がる竹林と調和した和モダンな外観と緑ののれんが印象的なお店です。もともと養鶏業を営んでいた先代が自ら育てた鳥を味わってもらいたいと大原野で創業した京楽斎武兵衛。武兵衛の名物である宝楽焼きは丹波黒鶏、魚介、野菜などを素焼きの宝楽と炭火でじっくり焼いた素材の旨味が楽しめると評判の料理です。2014年に大原野から現在の場所に移転しました。落ち着いた雰囲気の店内の奥には中庭や竹林もあり、ゆったりとした食事ができるスポットです。そして春のタケノコ料理も創業当時から愛され続けてきたメニュー。おすすめは朝掘りのタケノコが堪能できるタケノコ御膳です。お重の上段には特製のタケノコご飯にしぐれ煮、木の芽あえ、湯がきたてのタケノコのお作りが盛り付けられています。下段には上品なお味の若竹煮が入り、タケノコの天ぷらとお吸い物もついてきます。まさしくタケノコ尽くしの一品ですね。続いては純喫茶フルールのご紹介です。純喫茶フルールは創業時から親子4代で通い続けるファンもいる地元で人気の喫茶店です。レトロでクラシカルな店内に目にも美しいフルールのスイーツは雑誌などメディアで頻繁に取り上げられていて、全国からレトロ喫茶ファンが訪れているようです。まるでフランスのサロンにいるような雰囲気を感じさせるシャンデリア、シックな色使いのビロード天井に、レトロには欠かせないステンドグラス、そして窓の向こう側には阪急電車の長岡天神駅が見え、この景色もフォトジェニックですね。種類も豊富な洋食メニューはその数なんと約50種類。中でもおすすめなのがトルコライス。オーナーが旅行先で出会った料理がきっかけとなり誕生したのだとか。スパイシーなカレーピラフの上にとんかつがドカンと乗っています。少し甘めの手作りとんかつソースがまた美味しい。食べ出したら止まらなくなります。次にご紹介するのはクロワッサンとサンドイッチニューバードです。クロワッサンとサンドイッチニューバードは長岡京市で40年以上愛され続けてきたエスブレッドというお店が2020年10月18日に現在の店名に変更してリニューアルオープンしました。看板商品は店名にもなっているようにクロワッサンです。そしてバターの香り豊かなクロワッサンが夏には進化した姿を見せてくれます。その夏の一番人気が冷やして食べるクロワッサン。そう、アイスクロワッサンなんです。アイスクロワッサンにアイスと生クリームを乗せていただきます。アイスはピスタチオ&バニラ、レモン&バニラ、ラズベリー&バニラの3種類。食べ歩きができるように紙の器に入っていますので、お散歩の寄り道にもグッドですね。夏季限定ですのでご注意くださいね。そしておすすめなのが季節に合わせた旬の京野菜をたっぷりと使った季節の京野菜サンドです。アボカド、トマト、バジルチキンを挟んだサンドでランチにもぴったりですよ。今回は長岡京市の定番観光スポットと美味しいグルメをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。京都市の西部に位置する長岡京市は素晴らしい竹林に包まれた魅力的なエリアで、素晴らしく美味しいタケノコが堪能できる場所でもあるんです。場所柄定番の観光スポットとなるのは歴史的な史跡や神社仏閣がメイン。そしてグルメとしては何といっても伝統的な美味しいタケノコ料理ですが、最近登場したベッドタウンとして新しく引っ越してきた住民の皆さんが足を運ぶ庶民グルメも人気です。次の旅行先には素敵な観光スポットと美味しいグルメを楽しみに長岡京市に出かけてみませんか。
旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。